伊藤和樹は日本の書画家、愛知県出身。2016年本人近鋭幼い頃から書道を習っていたわけではなく、書画の道は独学で歩み始めた。武骨さのない力強さを感じる角がなく、丸みを帯びた書体が心癒される書画として、活動の中心地である東海地区を中心に知られている。関西圏やイタリア、ミラノで行われた、 国際博覧会への出品など、活動範囲を広げている。また2019年、お菊稲荷神社の各天井が、木を奉納し、戸隠山公明院へ、不動明王を奉納する。そして、岐阜県江名市観光大使に就任した。また活動の早期から、作品制作だけでなく、自身の体験をもとにした講演などを行い、こちらも中部県を中心に、 全国へ活動を展開してきた。株式会社トヨタ自動食器や、大発工業株式会社などで講演を行っている。2014年11月、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている岐阜県へなし岩村町の古い町並みに、ギャラリー、約束の木を設立。全国で作品発表をするための拠点としている。 同ギャラリーでは、心の書画教室という一般向けに、書道教室を開催している。2018年5月には、名古屋城、本丸五天九尺の間にて、出会いは命を輝かす展を開催した。また2020年7月に、江名市内の中学発行に書画を寄贈し、10月には、日光東照宮にて開かれた、平成の大修理完成記念式典に適合、放納。 2021年4月にはパラミタミュージアムにて個展を開催。数年前に重度のパニック障害を発症。日常生活に支障をきたす状態が長期にわたって続き作家として危機的な状況を経験する。この闘病生活の中から生活者としての個々人のありあふれた生活の中にある幸福や自分自身の存在を尊んで大切にして生きることの重要さ。 また人とのご縁、他者との出会いの大切さをメッセージして作品に込めて、活動を続けている。AB 毎日新聞2016年2月22日、岐阜地方面。毎日新聞デジタル版岐阜、エナ36ローカルメディア、おえ、まが約束の木心の書画家、伊藤和樹公園実績重要伝統的、建造物群保存地区一覧恵み本ホームニュース。 ホっと岩村だより2018年3月号、自分自身の花を咲かせてと中学校に、書書気象絵なし公式ウェーブサイト、書画で心和ませ、元気になって、岐阜、えなの伊藤さん、小物町で古典伊勢新聞本人ブログ、病気が教えてくれたこと、ありがとうございます。